ツールドフランス1998は、ツールドフランスとしては85回目の大会。1998年7月11日から8月2日まで、全21ステージで行われた。この年は、ドーピングスキャンダルが吹き荒れ、乾燥が2桁の96人という異様な大会となった。前年の大会中に、新エイアンムルリヒとベテランのビアルヌリースのエース、交代劇があったが、 今大会でもチーム内のライバル関係に注目が集まる。一方、風道実験を繰り返し苦手の個人タイムトライアルを克服したと豪語する前年リーの山岳王、リシャール・ビランクがどこまでウルリッヒを追い詰めるか、ジロでイタリアで悲願の初優勝を果たした前年3位のマルコ・パンターニが本人も不安視するようにジロの疲労からどれだけ回復し、山岳で暴れられるかに期待がかかる。 今大会では開幕前から暗雲が垂れ込めた。ベルギー国境の税関でフェスティナチームの車両から大量の禁止薬物が押収され、い添え人が拘束。ルッセル監督も連日の取り調べを受けることになり、フェスティナチームは疑惑の目が注がれることとなる。プロローグではミスタープロローグのクリス・ボードマンが順当に勝利し3度目の勝利を果たした。第一ステージでは、 前年のゴールスプリント時の暴力行為で一発、退場処分を受けた、トムステールスが雪辱の勝利。これを皮切りに、序盤は、スプリンターの激しい区間優勝争いとなり、スボラダ、ブライ・レイ・ベンス等のスプリント強者が順当に勝利を挙げた。マリオ・チポリーにも度重なる、落ち者に会いながらも、第5、第6ステージの2区間連続で勝利し、面目を保った。通常、 総合優勝を狙う有力選手は落ち者の巻き添えやアタックにより分裂した集団の後方に取り残されるリスクを避けるために常に集団の前方に位置しているがパンターにはここまで連日のように集団の最後尾でゴールしリスクを犯しながらも体力の消耗を避ける選択を取った第6ステージ終了後に激震が走った連日の薬物疑惑に揺れるフェスティナチームが 主催者から除外通告を受けて危険を発表。ビランクは号泣しながら記者会見場を後にした。これにより優勝候補のビランク、アレックス精霊、世界チャンピオンのローラン・ブロシャールらの強者が一度に姿を消すという異例の事態となった。第7ステージはウルリッヒが予想通りの圧勝で前よ上流を獲得。前年ツールの個人タイムトライアルで一勝し、 総合4位と検討したアブラハム・オラーノは、不調で2分遅れの6位と惨敗、パンターにも苦手のタイムトライアルで4分以上のタイムロス。この時点で、ウルリッヒの総合優勝は早くも決まったかと思われた。第8ステージでは、熱血感、ジャッキー・デュランが逃げ切り勝ちを収めるが、この逃げに乗ったデビアンが、マイオのダッシュに成功した。最初のヤマパとなるピレネーに入る。 第10ステージ。上りに強いロドルフォ・マッシ、94年ツールで総合7位のアルベルト・エッリと前年代活躍した逃げ屋のセドリック、バッスツールが長距離の逃げを観光。終盤パンター2の猛追撃を受けるもマッシはこれを、しのぎ切り区間優勝、三角ポイントも総なめにして、一躍スターの仲間入りを果たした。一方前年6位と検討したフランチェスコ・カーサグランデは、 集団落ち者の巻き添えを食って負傷し、ステージ途中でリタイアした。第11ステージでは、ローランドマイヤーが豪快な短期逃げを見せるが、最後の上りで、凄まじいアタックを見せた、パンターニに、区間優勝はさらわれてしまった。ウルリヒは、監督にも批判される無駄な追撃で終盤息切れを、起こし、第9ステージと合わせて2分以上のタイムを、パンターニから削られてしまった。 一方リースはトップ集団から大きく遅れ、テレコムチーム内の序列はこれで大勢が決定した。第12ステージでは薬物疑惑に対する連日の捜査とマスコミの取材構成に行き取った選手がついに実力行使に出た。世界ランキング1位に君臨するローランジャラベールがストライキを先導、レースディレクターの説得によりレースは再開されたが、 これまでとは明らかに異なる一触即発の事態に陥っていることが誰の目にも明らかになった。最大の山場となるアルプスの第15ステージ悪天候をついて数人のクライマーが次々にアタックを仕掛け、ガリビエ峠への登りでパンターにもこれに合流した。パンターニに,にとって幸運だったのは逃げ集団の全員の利害が一致したことだった。 逃げを構成したのは、三角ポイントで、暫定トップのマッシケルメのエースで、前年5位のフェルナンド・エスカルティンと、そのアシストのマルコス・セラーの、バネスト機体のエースホセ・マリア・ヒメネス、そして後方にいるエースのボビー・ジュリックのために、ウルリッヒを少しでも消耗させたいクリストフ・リネロという、これ以上ない絶好のメンバーであった。逃げ集団は、チームタイムトライアルのように息の合った走りを見せ、 パンターには最後の登りでこれらのライバルも叩き落とし圧勝した。一方のウルリッヒはゴーの中がリビエ峠の下りで雨具を着用しないまま逃げ集団の追跡を強行。完全に体を冷やしてしまいパンクに見舞われたことで戦闘集団から遅れると最後の登りで繰り返されるライバルのアタックに対応できない状況に陥ってしまった。第7ステージでウルリッヒ ハミルトンに次ぐ、高成績を上げ総合2位につけるジュリックは、この変調を見逃さずアタックを観光。これに加わったマイケル・ボヘルトと共に、ウルリッヒを置き去りにしてゴール。一方のウルリッヒは、パンターニから9分近く遅れこのステージ25位と、沈没。このステージ終了時点で、パンターニが、首位、ジュリックが2位を保持、エスカルティンが3位に上昇。 ウルリッヒは4位に転落するという大波乱のステージとなった。第16ステージでは、雪辱に燃えるウルリッヒが、マドレーヌ峠でアタックを成功させ区間優勝、再び3位に上昇した。パンターにだけがこれを逃がさずに徹底マークしたが、他の有力選手はついていくことはできなかった。第17ステージでは再び選手と主催者の紛争が勃発した。前日に、 TVM チームの選手が警察により徹夜の取り調べを受け一睡もしていないことから他チームの選手はこのステージ続行はアンフェアと判断。全員ゼッケンを外し TVM チームの選手を先行させて後方から超スローペースで従うという抗議のデモ走行となった。最初にストライキを先導したジャラベールはこれ以上のレース続行は無益として こうした警察の対応が続く限り、フランスで行われるレースには一切出場しないと、抗議の声明を発して、音声チーム丸ごとレースを撤退してしまった。バネスト、ケルメ、ビタリシオセグロスなどのスペイン本拠のチームとリゾスコッティもこれに同調し、第17ステージ途中で撤退するか、第18ステージスタート前に棄権。これにより、総合4位につけていたエスカルティンもレースを、 去ってしまった。TVM チームも第19ステージで全員が棄権したが、騒ぎはこれで収まらなかった。山岳省のトップにいたマッシに逮捕状が執行され、宿泊先の部屋から覚醒剤が押収されるという、超度級のスキャンダルが発生。これにより、山岳省はリネロの手に移るが、リネロは第18ステージの表彰台において、山岳省ジャージの着用儀礼を拒否した。 最後の勝負所となる第20ステージの個人タイムトライアルではウルリッヒが順当に区間優勝したが注目は個人タイムトライアルを大の苦手としこの種目で毎回優勝圏外から去ってしまうパンターにがどれだけタイムを失わずに済むかという一点であったところがパンターにはトップのウルリッヒから2分35秒遅れの3位という予想外の検討を見せて 最逆転を許さず、総合優勝を決定づけた。第21ステージでは、ステールスが例年より大幅に少なくなった集団でスプリントを制し、一大会区間4勝を達成。ジャンポール・ファン・ポッペル以来10年振りとなる快挙を成し遂げた。一方、エリック・ツァベルは3年連続となるポイント賞を獲得したものの、総合優勝を最優先するチームの方針から、 アシストを受けられず、区間優勝はゼロに終わった。2013年、この1998年大会の出場選手のドーピング検査用サンプルを最新の技術で再検査した結果、総合1位パンターに2位ウルリッヒ、ポイント賞のツァベルのほかジャラベールを含む18名から禁止薬物であるエリスロポエチンが検出され、総合3位ジュリックを含む12名は、 エポの使用が疑わしいと判定された。ありがとうございます。